制輪子、制輪子またはブレーキシューはブレーキ装置の一部で自動車のドラムブレーキや鉄道車両の踏み面ブレーキ、自転車のブレーキなどに用いられて対象とする物体に押し当てて摩擦により制動力を得る部品である。ディスクブレーキにおいては同様の部品をブレーキパッドという。ブレーキシューにはブレーキライニングが取り付けられている。ブレーキがかかるとブレーキシューが動いてドラムの内側にライニングを押し付ける。ドラムとライニングの間に働く摩擦力により制動力が得られ、エネルギーは熱となって捨てられる。現代の自動車、乗用車と軽量な商用車は4輪ともにディスクブレーキを備えているか、あるいはフロントにディスクブレーキ、リアにドラムブレーキを備えている。ディスクブレーキとの比較において、ドラムブレーキの主な短所は熱を早く放散させることができず、加熱する恐れが大きいこと、冠水や泥による制動力喪失からの復帰が遅いこと、隙間管理が煩雑で適正値を保っていないと、片利きの懸念があること、ロック、滑走に至るまでのコントロール性が劣り、素早い操作には慣れが必要なこと、設計にもよるが、部品点数やバネ下重量の増加を招くことなどである。それでもなお、ドラムブレーキが必要とされている理由は、ブレーキパッドを押し付けるだけのディスクブレーキに比べ、リーディング側で食い込む力、自己サーボ作用が働くためにリーディング側とトレーリング側の組み合わせによって、全方向にも後方向にも優れた高速力が得られる点にある。このため、パーキングブレーキと兼用される小型車の後輪や、車両総重量の大きな大型自動車の前輪でドラムブレーキが使われている。また、4輪、ディスクブレーキの車両にもパーキングブレーキ専用のドラムが装備される場合があり、これらはドラムインディスクと呼ばれる。オートバイでも1970年代まではフロントにリーディング、リアにリーディングとトレーリングのドラムブレーキを採用する車種が多かった。レースではフロントに2リーディングを両面に装備する4リーディングにドラムの換気装置をつけたものもあったが、オートバイの動力性能が向上してくる中で、ドラムブレーキでは制動能力や耐フェード性、整備性に劣ることから、小排気量のものを除いてディスクブレーキへの移行が進んでいった。しかし、現在でもレトロな雰囲気を楽しむタイプのオートバイ、などでは前後ドラムブレーキを採用するものも多い。車種によっては前輪両面に2リーディングの合計4リーディングを実装しているともある。また一部のオフロードライダーは険しい山道で岩や倒木にローターやキャリパーが激突して破損したり、ブレーキホースが断裂するリスクを嫌い、あえて前後ドラムブレーキの車種を好んで使用するものも存在する。これはワイヤー式のドラムブレーキは岩などに衝突した場合でもドラム本体が破損することは少なく、ブレーキアームが折損したりワイヤーが断裂しても、ワイヤーを強制的に緊縛することにより応急補修が可能であることがある。またディスクブレーキよりもブレーキの効きがマイルドで、ガレ上でのブレーキコントロールが行いやすく、長時間のブレーキングでもベーパーロック現象のリスクがなく、油圧系統のメンテナンスが不要で、ワイヤーの注油のみでほぼ日常メンテナンスが量することなどが挙げられる。このような設計思想の下で製造された車両としては、ヤマハ TW の最初期型などが挙げられるが、現行型では走行安全上の理由からディスクブレーキに変更されていい。なお、オートバイの場合でも自動車の場合でも、1990年代以前の古い車両のドラムブレーキをメンテナンスする場合には、ブレーキライニングにアスベストが使用されている可能性が高いため、就航管理歴が不明な車両のブレーキシュー交換の際には、ブレーキダストを絶対に飛散させないように注意が必要である。鉄道の踏み面ブレーキにおいては、ブレーキがかかると、車輪の踏み面に制輪子が押し当てられる。これにより制動力を得るだけではなく、車輪の踏み面をこすって、きれいに整える効果もある。踏み面ブレーキ用の制輪子は当初は木で作られていたが、現代では普通重鉄制輪子、合成制輪子、小結合金制輪子などが用いられている。普通鋳鉄製輪子は鋳鉄で作られており、安価でブレーキ効果に優れ、天候によるブレーキ効果の変化が少ないこともあって広く用いられている。欠点としては、摩耗量が多く他の製輪子に比べて頻繁に交換が必要で、また製輪子そのものの重量が重い。また速度によってブレーキ効果が大きく変動し、高速域では効きにくく、低速になるに従って、急激にブレーキ効果が高くなるため、高速鉄道では扱いにくい。摩耗量を減らすために、マンガンやクロムを添加した合金鋳鉄製輪子もある。これは高速域での摩擦特性が改善されており、高速鉄道や降雪地域などにおいて広く採用されている。合成製輪子は合成樹脂に金属粉末や黒鉛を混合して加熱成形したものである。普通鋳鉄製輪子の3分の1ほどと軽量で、摩耗量が少なく、速度による摩擦係数の変化が少なく高速域にも対応する。一方、投入初期には摩擦面が鏡面化する、車輪とレールの間の粘着が低下する、あるいは雨天時にブレーキ力が落ちる傾向がある、などとされたが、ブレーキライニングメーカーの努力により現在、配合比率の最適化で解決されている。混合する添加物の配合比率や粉末形状を改良した増粘着合成製輪子や耐接系合成製輪子などが開発されている。ライニング生産は自動車用が圧倒的であり、鉄道用からは撤退したメーカーも多いが、自動車用組成のラインアップが豊富であるため、その中から選択すれば十分こと足りる。焼結合金製輪子は、鉄粉、銅、黒鉛、金属酸化物などの混合物を加圧成形して焼結したものである。主に鉄系を基材とするものが在来線の高速車両などで用いられている。新幹線のディスクブレーキのブレーキパッドにも銅系を基材とするものが用いられている。金属成分主体のライニングは、ヨーロッパ製に多く見られ、日本製は樹脂系が多い。自転車のリムブレーキでは、製輪子、ブレーキシューは、ブレーキキャリパーに取り付けられた箱状の部品で、車輪のリムの部分をこすって減速させ停車させる。キャリパーに固定するためのボルトが1本入っており、古くから押し出し成形されたゴムブロックをプレス鋼板の枠で固定したものが用いられており、廉価車では、現在も一般的に見かけられる。スポーツ用自転車では金属製のパッド本体の表面に射出成形によりゴムを被覆した形態のものが主流になっている。廉価な日常車と比べ使用条件が厳しい。スポーツ自転車用のシューは摩擦面のムブを薄く固くせざるを得ず消耗が早い。このためシュー交換作業の簡略化と低コスト化を兼ねて摩擦面のみを交換可能なパッドとしている製品も少なくない。自転車用ディスクブレーキの製輪子はブレーキパッドと呼ぶことが多く、レジン、合成樹脂製と金属製のものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。